こんにちは。ログイン機能についてレクチャーします。ログイン機能はメールアドレスなどアカウント情報を登録することでトークルームのお気に入り機能を使えるようになります。10日間ブンクスアプリを使わずかつログインしていないとアカウントが消えてしまいます。頻繁にご使用になられる方はログインをお勧めします。またトークルーム右上の星マークをタップすることでそのルームをお気に入りに追加することができます。お気に入りはホーム画面のルーム一覧からチェックできますよ。ログイン方法はアプリ左上のメニューボタンをタップしアカウント設定から登録してください。以上、ログイン機能についてのレクチャーでした。